近年、近隣する中国、ロシアではステルス機が量産、配備されてきている。これらは射程の長いミサイルを搭載しており、自衛隊はこれに対抗する必要がある。そこで、ステルス機対策として防衛技術本部で取り組んできたのが、母機レーダー及び電波シーカーへのガリウム窒素送受信モジュールの採用による探知能力の向上。これは、たとえステルス機でも探知させるための力技とも言える。そして、電波ミサイルには目標を検知するための電波シーカーが搭載されていて、目標信号の検出値を複数処理し、予測型目標検知処理による探知距離の延伸、シミュレーションを高速で繰り返すことによる予測型誘導制御速による誘導経路の最適化で、無駄な動きをなくして確実に当てることを目指した。この検出方法をより具体的に説明すると、ステルス機は RCS が小さいため、電波シーカーでは近づかないと探知できない。従来方式では、電波シーカーは母機からの指令により敵がいそうな方向に向けて電波を送受信し、FFT、高速フーリエ変換処理をして、目標検出のスレショルド、基準値より上のものを目標とみなしている。今度の方法では、複数のフレームで受信データを重ね合わせて、従来方式では目標検出ができないような信号強度でも検出させるものだ。まず、仮 RCS 目標を探知できそうな仮検出スレショルドを設定し、それよりも大きなものを仮目標として抽出する。次のフレームでも同様に行い、先ほどの仮目標の近くに次フレームの仮目標がある場合、速度、距離の補正量を算出する。次にその補正量で積分することで目標検出のスレショルドを超える検知ができるとされている。このグラフを見ると、1フレーム目では目標以外に仮検出スレショルドを超えるようなノイズが多数あって、普通は気づけないだろう。次に複数フレームを積分すると、目標信号レベルが増加して、検知ができるようになる。防衛技術シンポジウム2019によると、7dB 以上の改善効果があって、約 1.5 倍の改善効果があった。つまり 1.5 倍離れた距離から探知ができるということ。次にステルス機の運動予測についてである。シミュレーションとは言うが、どのようなシミュレーションをしているのだろうか。単純な比例工法をするのではなく、目標運動がどのように動くかを推定するところが違って、シミュレーションを繰り返し、なるべく無駄な経路を取らないよう、評価関数が最小になるように繰り返し計算をすることで、低 RCS 目標にも命中するという。この図で見ると、青色の線、比例工法では、最大加速度での旋回が必要になり、速度が低下して、目標に追いつけなかった。相手の動きを推定することで、なるべく無駄な加速度を必要としない経路を飛行することで、目標に追いつける見込みだ。シミュレーション試験ではあるが、目標 RCS 0.01 の QG で起動する機体に対しても、求められた誘導確率を達成できたとされる。後述するミーティアとの共同研究が決まってから、進められたのが、将来中距離空対空誘導弾に関する研究。事前の事業評価によると、諸外国には戦闘機用として、我が国の保有する電波シーカと同等の性能を持つ電波シーカは存在していない、というほどの性能があるらしい。そこまで言えるのは、本気の送受信モジュールとして使用するガリウム窒素を諸外国ではまだ使っていないということだと思われる。その他、先ほど説明した予測型目標検出処理による目標検出能力の向上、および距離分解能を向上させた信号処理による食らった対処能力の向上などが図られている。さて、ミサイルにおいて、ここまで電波シーカーの能力が上がったら必要なものは何かというと、推進装置でしょう。防衛省では推進装置の研究を長年実施しており、2002年発行の防衛庁技術研究本部50年史によると、ラムジェットエンジン、エアターボラムエンジン、エアブリージングエンジン、ハイブリッドロケットエンジンなど多数の研究をしている。中でも有望な推進装置として見られていたのが、ダクテッドロケットエンジン。
ちなみにこれは昭和60年代から技術研究本部で研究を開始し、後に初の日米共同研究にもなって、効率的な研究ができたようだ。まずはインテグラルロケットブースターで加速した後、ダクテッドロケットエンジンを作動させ、超音速巡航をする。その際、ガスジェネレータ、一時燃焼室で高温、高圧の固体ガスを発生させ、超音速飛行時の空気を反応させ、二次燃焼させて推力を得る。これは通常の固体ロケットモーターと比べて、長時間にわたって推力を発生でき、射程が伸びるという利点がある。あと、流量調整次第で最後に加速することもできる。防衛技術シンポジウム2008では、マッハ数 2.3 で計算した超音速インテークの設計が披露され、そしてエンジン及びインテークを組み合わせた地上燃焼試験の結果、飛流条件高度 2000m、飛翔速度マッハ 2.3 相当でのトランジションフェースにおける良好な自発着火、及び安定したラム燃焼を確認。推力制御機能も確認された。2007年にはこのように蓋穴式のダクテッドロケットエンジンを作って、地上発射試験まで行った。着火性は良好で、こちらでもラム燃焼の安定性、推力制御、機体制御機能も良好であることを確認した。ダクテッドロケットエンジンの課題としては、急激な起動を行ってエアインテークからの流入量が減った場合に、エンジン出力が落ちることと、固体燃料の燃焼が終わったら、インテーク部分が空気抵抗になることなどがある。それについては、エアインテークを可変式にしたり、インテーク部分を着脱式にして、燃焼後には廃棄したりと、対策が考えられてきた。また、先に説明した予測型目標検出がうまくいけば、無駄な動きを取らずに飛行するから、相性は良いのかもしれない。ミーティアではこのような課題に対して、どのように解決したのか気になるところだ。さて、防衛省は、このまま開発へ向かうと思いきや、そうはならない。2014年4月に防衛装備品の輸出や国際共同開発に関する防衛装備移転3原則が閣議決定され、同年7月に F-35 搭載用のミサイルとして日英共同研究が認められた。研究内容としては、欧州6カ国が開発したダクテッドロケットエンジンを搭載したミーティアの推進装置に、日本が得意な小型、高性能電波シーカーを組み合わせるというものだ。まさにいいとこ取り。これによって、ミーティアの構成品や試験基盤を活用し、研究経費及び研究開発期間の効率化が可能となる。また、日英間の協力関係強化にもつながり、実際、その後にレーダーや磁気戦闘機サブシステム等の共同研究開発につながっている。共通のインターフェースを持つことで今後の共同開発にもつながるかもしれない。ミーティアは、ダクテッドロケットエンジンなので一般的なロケットモーターよりも初速は遅いものの、高速で長時間飛行ができるため、ノーエスケープゾーンが約 60km はあると言われている。ノーエスケープゾーンとは、必ず当たるというわけではないが、戦闘機を上回る機動性で、敵が逃げても高い確率で命中が期待できるものだ。ミーティアのノーエスケープゾーンは、従来型ミサイルの3倍から5倍と言われている。研究開発はまず2014から2015年度にかけて、シミュレーション等によってミサイルの実現可能性を確認。この時、技術的に実現可能性があり、技術的リスクが十分に低いことを確認した。攻撃範囲が増大し、誤機残存性の向上が期待できるとの評価であった。その後、2016から2017年度にかけて、誘導性能の詳細な検討がされた。必要とする探知性能を実現可能で、対電子妨害能力に優れているとの評価がされた。第1、第2段階を経て、コスト、ワークシェア、インテグレーション、日英の研究開発容量の違い等により、そのままでは開発リスクは高いと判断された。特にアクティブレーダーシーカーを製造している MBDA イタリアなど、イギリス以外の3カ国からしたら、ワークシェアは減るし、調整が難しいことはわかる。なお、共同研究に対して否定的な反応もあるが、
イギリスがそこは抑えているという。日本側として次の第3段階に着手することとした。ついにシミュレーションから実際に組み合わせて開発する段階へ到達し、技術基盤の確保とともに、日英の研究開発要領の相互理解、ミーティア3カ国との信頼関係構築などに取り組む。まあ、実際に作ってみないと信頼も何もないから。第3段階での技術的課題はこちら。小型、高出力化技術、目標検出能力向上技術、クラッタ対処能力向上技術などは、すでに開発済みのものをさらに向上させると見られ、あまりリスクはないという印象がある。従来とは違うダクテッドロケットエンジン特有の熱や構造上の問題、高製品感のインターフェースと、インテグレーション部分が課題になると思われる。現在のところは順調に開発が進んでいるのか、今年度予算として、プロトタイプ試射関連費用3億5000万円が確保された。発射試験は英国でユーロファイター、タイフーンから発射されるものと見られる。できれば、このまま F-35 用ミサイルについても共同で開発してほしいところ。イタリアも次期戦闘機関連で部品製造に関わるかもしれないから、それと引き換えに調整できないものか。一方で、欧州の共同開発案件ってうまくいっていない印象もあるので、やりすぎも怖い。日本独自技術で開発するのも手だけど、MBDA 側から技術開示がされないままだと厳しいものがあるのかもしれないから難しいところ。そんなことを考えているところ、5月27日の日経新聞によると、政府は今年度内にも防衛装備品の輸出に関する規制を緩和する見込みで、防衛装備品、技術移転協定を結んだ国には、戦闘機やミサイルなど大型の装備品でも提供できる案を検討するらしい。戦闘機の提供は難しくても、ミサイルのシーカーの提供など、共同開発の推進にはつながるかもしれない。以上、今回は、将来中距離空対空誘導弾に関する研究、などジェイナーム関連の研究を解説しました。日本が誇るガリウム窒素素子を使ったアクティブ電波シーカー、予測型目標検知による探知距離を伸ばし、なるべく滑らかに敵機へ向かう経路を選ぶソフトウェア、それにミーティア側の推進装置をうまく組み合わせられれば、現時点では最高クラスのミサイルができそうな気がします。最後までご覧いただきありがとうございました。今回の動画、日英共同開発のジェイナームミサイルについて感じたこと、思ったことがあればぜひコメントしてください。